速稼塾の久保でございます。なんかね、暑い地区に住んでいるとあんまり仕事をしなくなるっていう現象があるんではないかなと私は感じてます。それはね、ぜひね、いろいろな検証してほしいんですけども、結構理にかなってると思うんですよ。というのがね、私バリ島に行った時に、バリ島って、赤道直下、暑いわけですよ。むちゃくちゃ暑いんですよ。で、暑くって、でも野外で何ですかね、こう交通誘導したりとか、穴を掘ってね、ものすごく一生懸命働いてらっしゃる方っているんですよ。でもね、休憩すごくしてるんですよね。で、工事を、道路工事をしてると。地下配線埋めてるとか、水道管の修理してるっていうのでも、暑いんで、あんまりそればっかりを2時間3時間ぶっ通しでやると、健康壊しちゃうんで、現場監督もそうだし、仕事の発注元もそうだし、みんな分かってくれるんですよね。だから、1時間半ぐらい作業したら、20分、30分休んで、日陰で休んで、体休めて、健康状態を、コンディションチェックしながら、また働き出すみたいな感じで、いい意味でね、適当、ちょうど良いっていう意味の適当にやってるんですよ。適度なっていう意味ですよね。だから、ああいうやり方もあるんだなと思います。反面、日本はどうなのかっていうと、日本に限って言えば、義務感とか責任感っていうのは、そういう美しい言葉なんですけども、一生懸命やりすぎて、精神的に参ってしまったりとか、脱水症状になってみたり、健康を害してみたりとかっていうことで、労災使うとかね。そんな本末転倒になってると思うんですよ。やっぱり健康管理ってのも仕事のうちって言葉がありますよね。ってことは、業務中に健康管理をしてくださいってことではないかなと私は思うんですよ。だから日本人ね、真面目に自分の体をメンテナンスする。要するに健康状態を保つという業務命令もあるっていうふうに理解すれば、何もね、仕事一生懸命やって家に帰っておとなしくするだけがノーじゃなくって、業務中に、すいません、30分体調を整えるために休憩を取らせてもらいます。これは、至上命令でしょ、業務連絡でしょ、業務命令でしょ、健康を保つのも仕事のうちだからっていうふうに言われてますから。じゃあ、ここで、働き続けて自分の体を苛むんではなくて、きちんと休ませてもらって、でまたフルパワーマックスの状態で30分後から働き出しますみたいなね、そんな理屈を通してもいいんではないかなと思いますし、上司がそれを働きかけてもいいんではないかなと思うわけなんですよね。はい、それでもう一つのテーマ、動画の量産ですよね。量産をしていくとこういうことが起きます。たくさん動画を作るんだけども再生数が伸びないっていうところを見ると、いや、こんなにたくさん作っても再生数伸びないんだったら、1とか2なんだったらね、もうね、質にこだわってやった方がいいんじゃないかなと、結局質なんじゃないかなって思う時があるんですよ。でも質の高いのが作れるんだったらそれで OK です。1個の動画を作って再生数が100、200、1000、2000、これが作れるようになる、狙って作れるようになったら OK なんですけども、できないわけですよね。少数の動画を作って再生数を上げるってことができないっていう現実にやっぱり目をそらさずにね、やるべきことっていうのは、再生数は1とか2だけども、それが1万本あったらどうですかってことなんですよ。毎日1万再生、2万再生されるじゃないですかっていうふうな量産の原理をね、やっぱり目指していくしかないのかなと思います。でもやっぱり基本的には質で攻めるのか量で攻めるのかって話になって、量で攻めるのがもう、ね、時間もないしめんどくさいからっていうので、質に特化した人がどうなってるかってことなんですよ。すぐにね、質に逃げる人ってあっという間にやめていくんですよね。質の高い動画なんて作れないですよね。ネタもいい、自分がタレント性もある、トークも面白い、編集スキルがある、テロップもシュワッと出て、音楽もパッとね、効果音がついてるとか、そういう動画を作った方が時間はかかりますね。で、私でもそうなんですけども、15分のプロモーションビデオを作るのにだいたい4時間半かかるんですよ。じゃあ動画の量産絶対無理ですよね。でもまあね、ちょっと希望っていうかね、光を差すこと言えば、私の、スキルを持ってすれば、例えばね、500万円の売り上げを上げる動画は作れるんですよ。4ステップぐらいのプロダクトローンチで。でもこれは、売り上げは上がるけども、お金を払った人が、果たして、なんですよ。果たして、希望通りの商品を手にすることができるかってところが疑問なんで、私はその、セールス動画で売り上げを上げるってことをやらないわけなんですよね。で、これはね、他の動画発信者も、まだ解決しない問題だと思います。で、体のよくごまかしてるわけなんですよ。例えばね、100人の人が商品買ってくれました。で、全員がうまくいくわけないとは思いますけども、それにしてもね、うまくいく人の確率が低すぎるんですよ。5% とか 10% とかね。そんな人しかうまくいかないのを承知で、一部の人は成功してるからっていうね、方便で売り続けるわけなんですよね。これに心が痛まない方、疑問を感じない方はやり続ければいいと思いますけども、私は疑問も感じますし、心が痛むんで、そんなね、大半の人どころか9割ぐらいの人がうまくいかないって分かっていて、一部の
1割ぐらいのね、5% ぐらいのうまくいく人をまるでね、自分の名誉のように放送することはできないなと思ってるわけなんですよ。まあ、ちょっと話が長くなっちゃってすいません。まあ、ミスターマイムさんの言われるように、たくさん動画を作ればね、時間を見つけることが得意になりますし、短期間でたくさんの作業ができるようになるというね、トレーニングになるんですよ。腕立て伏せも毎日やってれば、どん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 回数増えていくように、動画もアップロードを毎日毎日たくさんやってれば、それは作業早くなりますよ。で、私がね、すごくね、量産やってていいなと思うのが、スキルがない人が見抜けるようになりますね。この人はあんまりやってないなっていうのはすぐわかるんですよ。で、逆にやってないのにものすごく質の高いことをやってるなってこともわかります。ですので、サイトの量産にしても、メルマガの量産にしても、YouTube の量産にしても、量をやった人しか見えない景色がありますので、私はそれを今手に入れてるかなってことでございます。そしてですね、速稼塾、私に学ぶ以上、量をやれっていうことから逃れられません。私は質を高めていきましょうなんて話は、量すらこなせなかった人にはお話ししてないんですよ。もちろんね、私もね、質を高めていって、必ず当たる動画がいつも作れるかって言ったら作れないんで、そういった面で責任が取れないから、質に特化した動画もお伝えしてないってことになりますけどね。こんな形でございます。まあ、本当ね、最初、1年生の時は、声出しをしたり、基礎体力作りをしたり、球拾いをしたり、草取りをしたりみたいなね、野球部の1年生みたいなものが YouTube にもあるってことなんじゃないかなと思いますよね。まあでもね、なるべく早く当たるものが出るように YouTube の速稼塾の YouTube 内でね、協力し合ったりとか、シェアし合ったりとか、いろいろ紹介し合ったりとかってことは、まあ質に近づくささやかなね、テクニックの駆使だと思いますので、お互いをね、励ましていきましょう。それでは失礼します。